아니, 나서로 보게. 나서로 보게. 어, 나 의자 잡았다래. 시바다래. 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 아니, 미우토스. 킬이가 取れ んかった. うまいこと. もうちょっとね, 2킬 取れたらな, 3と 3の時に. おにき. あ、うん、あ、え、あ、ん、武器庫に行って、僕置いてコックピット行ってアドミン見てミーティングに宿舎1金庫1みたいなのを見て、多分ハイブリさんは展望側行ったかも。スナッパー一郎、貨物脇、プテスナ、アルマくんもいなかったっけ、うん、アルプテスナが貨物脇 で最後貨物で停電直したの俺なんだけど、そこに高田健士も、はい、あ、じゃあ高田さんも絶対無理。シャワーアーカイブ館で最後プテさんとすれ違ってます。ゲンです。トスガミンが僕から無理しくしゃくミーティング2がないですけど、まあ、ミーティング2がこの2人です。見えてないけど、まあ見えてないけど合ってる。クシャワキが藤神で、俺は金庫ダウンロード終わって今ミーティングはしご上がろうとしたとこ。トスも出よ。はい、短め。あ、そうなの。見えてなかった。サントさん一番最後にキュッキュに来た気がしますね。そのなんミーティングと金庫宿舎とか合わせて4は僕が白出せるっていう感じ。ダサコもちゃんと。あと一応畑迫さんですかね、金庫入ってきたのは。そうですね。入ってきた。リアルと右の人物かな。まあ、このターンめちゃめちゃ時間あったと思うんで、脇だけで弾くのは危ないと思うんで。最初にある絶対無理。いや、うん、あの脇だけじゃなくて、高田さんはあの、僕が貨物からエレキガン出してった時に会って右に抜けていくのを見ているから、うん、スナパイさんと最後シンガルなら無理。アルモン一応届くか、ガンダだったら、まあ、僕は届くと思いますよ。金庫1の人物って誰ですか。あ、俺じゃない。あ、それ金庫ダウンロード。え、でも藤宮さっきミーティングって言ってたのか。なんか金庫から宿舎、まあ、走り行こう。まあ実際には僕あの、あ、アドミン見てから、込み前通路右寄りまで来る時間あるから、全然藤宮がそこいても違和感ない。三軒の前の高砂が絶対無理で、プテゲンが、あ、プテスナ、あれか、ゲンさんから僕の移動を当てているから、ゲンさんそこにいたんだろうなと思って、まあ基本的には大丈夫かなとは思ってる。うん、アルマさんどこっすか最後。え、エレキっすよ。レバーガチャしてる。5番。5番に行く構造は武雄さんの情報信じてか、まあ、いや、うん、もういや、まあ、出したところで意味ないですよ。6、9、8、7、4、6、9、8、7、4、1、2、5。そもそもエレキ、はい、うん、そう、そもそもエレキにいたの見られてるから。あ、そうなんだ。ごめんなさい。はい。さ、詰まるんだろうか、これ。結構ややこしくなってそうだけど、みんなレア強からに、ね、オニキ、いつも僕は君の後ろに待っ、あー、置いてかないでオニキ。見ても誰もいない、誰も来ない。誰も来ない。お、え、どこ。いや、シャワーの奥で畑迫陣外なんだけど、まあほぼインポスターかな。なあ、僕が高田さんが弁当掃除しててシャワーの奥で、で僕がタオル回収しててシャワーの奥のカンカンしに行って出てきたら死体になってる高田さんとその横に立ってる畑迫。え、全然宇治宮は展望で停電直してる。ね、最後右、まあ、畑迫は陣外だと思うんだけど、俺はね、はたまったアルマインポスターもケアしなきゃなと思ってるシェリフです。
あ、ちなみに停電は剣が貨物で直してます。お、まあ、右ですよね。右で結構勝ち合ったと思うんだけど。勝ち合いはしたけど、停電明けにシャワーにいたんで展望直しは絶対無理だから、畑迫は陣外確定なんだけど。なるほどね、っていうね、意味分かったよ。なるほどね、うん、所定はアルゲンどっちかかなと思ってたから、まあそんな露骨な旗をしてるのが畑迫マット臭いなという。てか所定私疑います。まあでも不定発を疑わないんなら、うん、だって展望でお肉でしょ、武田さんの欲しいんだったら、うん、いやまあ、まあ、展望向かってるんじゃないかという、うん、武器庫で最終死に、うん、あのターン28秒ぐらいあったんで、正直最終死にだけではって思ったけど、まあ、うん、でもその大胆作戦を追ってアルマズ釣ろうとはなかなかいけないけどな。まあ正直何も言うことないからな。うん、じゃあまあ僕が初手キルの時って貨物でアルプテースナで湧いており、エレキで宝さん立って宝さんをキルせずスルーして、左へガンダ。鬼切ってボタンあります？あるよね多分。僕はあるよ。まあちょっとこれはまあ畑迫釣りで俺コミュサボ鬼切ボタンで他リアクターって感じかな。はーい、いけるかな。 OK、 バキ次第。うん、まあそうね。あれ今のターンって2キルだった？あれ2キル2キル2キル、はいはいはい、サントス3。もう一個はまあ右では見てない気がするか。サントスさんの話してあげないのかわいそうかなっていう。あと20秒まあいっか、うん、まあプテタケで左でお願いします。 OK。 おいおい、いやまあいいか。ギリギリで帰ると怖いんで右に。まあそうね。かわいそうに。最後カメラずっと見てたのに。かわいそうに。誰にも死にせる。すごいいっぱいいた。ね、クソみたいにいたなあそこ。あ切るんだと思って。やばいぞと思った。なんか弁当でも見たんかなと思って高田さん。いや見てない、弁当タスクやってたらなんか切られて、はーい、はっ、いっぱいいるぞ。おい、あーよかったで、やれば杞憂でした。まあ畑迫は陣外確定でいい。なるほど、まあアルマの印象は上がるよね。いやこれマットだったら終わってたな。なんで露骨に破綻しに行ったんだっていうのは気になる。なんか停電勝ち合ったってゲンさん証言してたように聞こえた。位置的に無理だったんじゃない、うん、一応ね昇降機右に高田さんいたから高田さんが触ってた可能性はある。なるほど。ああない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 、高田さん絶対ない、シャワーで死んでる。いや違う、高田さん停電時は昇降機右にいたの。あそういうことね。でそっから先に抜けて俺がアーカイブシャワーメインっていう動きだから。オッケーオッケーオッケー。うんで、もう1キルね。何も分からず。エレキっていなかったですね。エレキなんか3人ぐらいとスイッチやったんだけど、ちょっとあんま覚え、スナパイさんだけ覚えてて、ね、そう。うん、誰があと、初手キルってさ、鬼騎士点、畑迫って本当に無理なのかっていうのが、初手って28秒ぐらいあったから、うん。うん、まあ、その、アドミンの位置だけで弾いていいのかなっていうのが。畑迫どういう行動っつってたっけ。神さんなんかあったみたいな、そうっす、金庫のキュッキュやって出てくときに宿舎から金庫に入ってきたのが畑迫さん。じゃあ結構序盤か。うん、10秒経つ前ぐらいだと。その畑迫がどこ行ったんだ。その畑迫は徒歩で武器庫経由してキッチンとか行かないと多分切れないんじゃない。ミーティングから展望飛んで切るはできないんですか、畑迫さん。展望、いや、その場合金庫宿舎ミーティング合わせて4にならないから、僕の見たのが、まあまあ、金庫飛んだ場合って竹雄さんがバイタル見たタイミングとかしてしますか、うん、だからそしたら竹雄さん切りそうじゃないですかそのタイミング。まあ一応そう、金庫のダウンロードに俺もいたから、畑迫初手切るむずそうってするんなら初手切るで絞るとアルマ竹雄剣に1インポスターいるかなという。アルマ、うん、オウムンですか。
うん、旗サコがね、露骨な破綻をしたのが俺はちょっとね、不安だから。私、高田さんとメイン巻きなんですよね。あのね、だからあとあれだわ、停電直しても高田さんありえないわ。僕、停電中に下に行く高田さんをシャワーで見てる、確か。だから高田さんが直してるとありえない。うん。なるほどね。あれ停電直してなかった、うん、俺停電直してるよ。藤宮が突っ込まないと。藤宮に俺停電直してるの見られてるから。手は破綻してる感じ。よね、なんか霊界で直してるわと思って見てたわ。うん、そうそう、手完全破綻。しかも俺直してるの藤宮に見られてたし。手はクルメイトですよ。いや、待ったやろ、さすがに。いや、そんなわけ。いやいやいや、あいつあれでクルーだったら引退してもらえるよ。いや、待って待って待って。私の死人もあるから、そう、私の死人も潰してるから、ね。いや、待って待って。クルーメイトです。いやいや、いや、あれでクルーはもう引退です。配信、引退してもらう。引退。配信者も引退。配信者も引退。俺ビーマも脱退してもらう。リーダーをちょっと別の方に譲る。誰に買うの？代わりにおまおじさんに入ってもらいました。あ、そうね、誰がついていくねそんなグループ。え、死んでる。え、これ言ったじゃないですか。え、でも待って切れただけかもしれないから。え？おまびばで、おまびばで。おまびばは誰もついてこんよ。まあ、おまびばになるのかな、じゃあこれは。もしかしたら。いやでもさすがに待ったよ。あれでクルーはもう。もうさすがに。おお、俺もやられるんだ。俺もすごい序盤はアーカイブにいたのは見てますけど、ね、はい、展望で停電直しました。ミーティングに竹尾さんっている？お前たちの遊び場奥にいました。いやね、俺竹尾さんをミーティングに送ってるんで、僕はヌーンのってヌーン。絶対嫌よ。2キル入ってんのか。プテはね、まあ序盤の方、いや中盤か。エンジンが左に向かってくプテとすれ違う。このまんまだと原産行きそうかなという感じ。私浮いたらもうなさそう。停電直してんのに。うん。他の方って2キルできないですか？一応スナパイさんが難しそうなのが、スナパイさんの経路を僕が後ろから通ってて、シャワーメインエンジン宿舎って感じだから、うん、そこにね、宿舎のところを通ってくれてるってか、うん、あ、そう、あ、お兄貴、あら、あら、まあ、ここでお兄貴を押したPP ですよ、ケンさん勝ちましたよ。ケンさんか、ケンさん勝ちました、まあ、当たってたんでね、勝ちましたかね。一応バグ防止で竹尾さんに入れますか。バグ防止なら自動票してくださいよ。なんでここであがくんですか。バグ勝ちして楽しいんですか。まあ引き分けってことでじゃあ。ブルーの勝ちだろこれは。こんなもんブルーの勝ちだろ。何やろ、引き分けって、あのマジで何やってんだよ、何やろ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 、これ殴ったれ、縛ったれ、縛ったれ、縛ったれ、何ミュートしてんねん、何逃げとんねん、何逃げとんねん、何神経カットとそんねん、おい、勝ちに来てる、貪欲やな、何で勝ちに来てるやん、ちゃっかり勝ちに来ててくさ、これ脱げる、逃げるぞ、殺せ、おい、おお、ケンさん、ミュートしてたのあなただけですよ。クルーの勝ちですよ、ケンさん、これは。自投票しろ、今からでも。ずるんかい、ずるんかい。前回。ご利用したな。でも初手切るね、畑さんなんですよね。ナイス、え、じゃあハイブリさんってどこで切られてんの？いや、武器庫よ。停電直しにキッチンに行こうとしたギリギリのところで、多分だから飛んできたんかな。え、最速武器庫？展望でき、あ、武器庫か。あ、そうだそうだ。うん、武器庫。
展望に行ったけどいなくて、走ってキッチン武器工程走って出会えてやっと切れたみたいな。不死身のダウンロードの真横でベント入ってみた。なるほどね。あ、そっちから入ったのか。うん、追いづらかった。でクルーだと。うん、僕でクルーです。あ、いや大丈夫です。終わりますかね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。